スクショ、はい、まあ、スタンダードな近距離キャラでなっていますので、かなり初心者の方にも使いやすいキャラクターに仕上げておりますね。確かに使用もすごいやりやすかったです。なんでちょっと積極的に攻めていき、一応そうですね、即戦即決系のキャラクターなんで、なるほど、割と序盤から攻めていけると。やってみよう、ちょっとね、これ手分けして、うん、あ、ちょっと待ってください。結構フィールド広いんですね、かな。広いですね、確かに、ね、はい、まあ、今回4人いるかな、あ、手のバトルというところもあるのと、あ、急にサトル、サトルに攻撃されたですね、割とこう入り乱れることが多いので、あ、待って待って、はい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 、こんな感じなんだ。お、そうですね、今これが多分連撃技ですね。はいはいはい、これワンボタンで連打、四角連打で出せるわけですか。はい、そうですね、なのでまあ今呪力貯めつつ、多分今あれですね、五条にもダメージ入ってるかな。お、素晴らしい、はい、もうちょっと確かに呪力貯めたい気持ちもすごいわかる、はい、もうでもレベル2なんですね。そうですね、確かに呪力、本当にイタドリは一番多分呪力が溜まりやすいキャラクターになってるので。なるほど、ね、あー、ガードがはまらなかった。ゲームの長さもキャラによって違うってことですか。そうですね、今ちょっと釘崎とイタドリのページを見ていただけると、そもそももうここで差があると思うんですけども、確かに、はい、多ければいいってことじゃないんですね。まあ、多ければ多いほどその分呪力レベルが成長するのが、はい、遅くなるので。あ、確かにもう虎杖3で、そうそうですね、いけます、だいぶマックスにしたいな、いけますね。多分ここで、呪力技の、はい、多分R1 ですね、やると多分黒線打つこと。R1 でもたまりましたね。お、これは覚醒技狙いますね。もう出すもうやっちゃう、まず黒線から見よう、黒線から見よう、まず確かに R1 OK。あ、やばい、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、気持ちを冷めたい、ガード冷たい、冷たい、ブラザー頑張れ、ブラザー待って、R1、 助けに来てくれ、組み先 R1、 あれ、赤構えてる、あ、痛い痛い、いやー結構入りますね。いや、入りますね、これ一応、五条の隙としましては、五条先生、呪力技で、赤と青を打つことができるんですけれども、はい、双方とも一旦溜めが入ってから放つので、その寸前を狙うといいよというところなんですが、R2 でもいいよ、R2 でもいいよ。おお、じゃあここら辺ですか。いやいや、あー、どうも邪魔されてる、なかなか助けてくれない、そう、もうちょっと隙みたいな、いけるかな、ちょっとガードで、これを一回ガード、あ、やった、あー、はまんない、一旦ちょっとガードして様子見を、全然いいかもしれないですね。 L2 ですね、 L2 でガードです。 OK です、 OK です、 L2 でゆっくり行きましょう。あー、痛い、なんか結構体力も危なそうな感じですよ。危ない、おー、危ない、危ない、危ない、立ちましたね、行きますね、これハマっちゃった感じだな。ロックがちょっと反対側に行ってるから気をつけて。おい、あ、やばい、やばい、やばい、さすが五条先生、悲しい、強い。これダウンするとどうなるんですか。確かにですね、一応上がコスト制になっておりまして、今回なんですけれども、この上なんかいわゆる残機になってますね、はい、なので4回まではこう、うんうん、死ぬことができます。なるほど、はい、うん、あ、でもレベル1に下がってますね。そうですね、ちょっと1回倒されてしまうとレベル1からスタートになってしまいますので、もう1回育てるところなんですけども、ただこういう時に、強連撃を狙っていくと、はい、スマートにレベルを上げることができるので、はいはいはい、当たれば1つレベルが上がるっていう。そうですね、はい、あの、もう一気に3になりましたね。うん、3になった。確かに今回まあ CPU が味方ですけど、このね、オンラインで一緒にフレンドとやったりとか、強連撃狙いやすくていいんですよね。あ、そうですね、本当に、おい、じゃあ狙っちゃいますかって感じで。覚醒技でも、覚醒でもどっちでもいいよ、どっちでもいい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、頑張って、ちょっと待って、ここ見たいよね、見たいよね、見たい、見たい、で、両地、同乗してて、 L2R2 同乗して、はい、よっ、はい、ここ行った、起きた、いい好きです、いい好きでございます。おお、これはもう、うわー、え、すごい、からの五千、素晴らしい、キモいきましたね、一発、え、一発、それが覚醒技でございます。いやー、めっちゃ気持ちいいです。さすが連続記録タイ、で、まあ、なんかそうですね、気持ちいいな、今のけど、いけるかな、そうですね、いいね、四連国戦、一旦も覚醒技打っちゃったので、もう今後は打つことはできないんですが、あ、なるほど、1回だけなんですね、はい、まあ、ただもう3人上がってるので、うん、あ、え、何も普通の経験権、じゃあ国戦が出る、打つことができますね、国戦が出る、 R1 とかで出す、 R1、OK、 そうです、はい、R1 やってみるか、シグロ君は結構式紙をこう、ね、多彩に使ってくるので、結構妨害キャラ、おー、かっこいい、カウンター決め、これでも減りますね。そうですね、さすがレベル3技、はい、イタドリは結構出が早い呪力技になってるので、結構隙が見たらもう差し込みで全然打つことができますね。なるほど、なんでいけるかな、乱戦から玉のり狙う戦闘ですね、はい、おりゃおりゃ、いきますね、こ
こう起き上がりあるよ。体力的にそうですね、伏黒を攻め切った方がいいかもしれないです ね, ですね。なるほど、はい、あのポイントが同じな場合は体力で判定されるみたいな感じ。一応そうですね、一番上のコスト順になってるの。今ちょっとあれだと負けちゃうかもです。あー負けちゃった。一発と下をしたいね。これ一発、そうですね、国政さえ当たればいけるいける、イーブン持っていけるよ。そうですね、多分伏黒とか落とせると思います。あ、でも強烈に来た。あー、いけない。5条の方にはめられましたね。いけるかな、ラスト。あー、そうですね、今、これがマックスない。マックスない。来た、いける、打てるよ、いける、打てる。あー、すいません。なるほど、くー、なー、これ悔しいな。玉剣構えてた今。うん、でもすごい楽しかったの。でもありがとうございます。そうですね、ちょっと連撃技を